ヘネラル・ベルグラノ。ヘネラル・ベルグラノはアルゼンチン海軍の巡洋艦。元はアメリカ海軍の軽巡洋艦フェニックスであったが、アルゼンチンに売却されて最終駅し、フォークランド戦争、マルビナス戦争でイギリス海軍の原子力潜水艦、コンカラーによって撃沈された。原子力潜水艦からの攻撃で沈没した史上初の艦であり、また、 セントルイス級を除いたブルックリン休憩巡洋艦のうち唯一の戦闘による喪失艦でもある。1938年3月にアメリカのニュージャージー州にあるニューヨーク造船会社でブルックリン休憩巡洋艦フェニックスとして建造されアメリカ海軍に納入された。その後日本海軍による真珠湾攻撃を生き延びて太平洋戦争期間中活躍し、 大戦終結後の九百四十六年七月にアメリカ海軍を退役した。九百五十一年十月にアルゼンチン海軍がフェニックスを購入し、カンペロン大統領によってディエシエテで送ってぶれ、十月十七日と命名された。官名の由来となった十月十七日は国家としての記念日ではなく、ペロン大統領の属する正義党、属に、 ペロン島とも言うの、記念日だったため、ペロン大統領が、クーデターにより追放されると、本艦は、ヘネラル・ベルグラの、ベルグラの将軍へと改名された。艦名は1816年に行われたアルゼンチン、独立戦争時の英雄であり、アルゼンチン国旗の制定者であるマヌエル・ベルグラの将軍に由来する。1982年3月末、アルゼンチンが、 フォークランド諸島に侵攻した。イギリスは、機動部隊、第317任務部隊を編成して、反撃態勢を整えた。ここに、フォークランド戦争、マルビナス戦争が勃発する。アルゼンチンは当初イギリスの反抗を予期していなかったが、イギリスの動きを見て4月5日から大規模な艦隊の再編成に着手した。ヘネラルベルグラノを含むアルゼンチンの主要な 戦闘艦艇及び補助艦艇は第79任務部隊として再編された。4月30日、この任務部隊は3つの任務軍に分割され、本艦はロスエスタードストー北方を担当する第79.3任務軍の機関となった。5月1日、第79.1任務軍機関である航空母艦ベンティシンコデマヨ搭載のトラッカー紹介機が、 イギリス空母戦闘軍を発見したことで、同日2 3 0 7 z 時、同空母に上艦していた第79任務部隊指揮官、アララ順将は攻撃作戦の開始を命じた。この作戦では、ベンティシンコ・デマヨの第79.1任務軍とエ、ネラルベルグラノの第79.3任務軍によって、イギリス空母戦闘軍を攻撃することになっていた。しかし、 風が弱まって、ベンティシンコでマイオのスカイホーク艦上攻撃機、発艦できなかったほか、イギリス側に位置を知られたと思われたことから、攻撃作戦は5月2日未明に中止された。各任務軍は、イギリスの潜水艦を避けるために反転して、潜海域に戻ることになった。え、ネラルベルグラノも、5月2日の0900、Z 時までには、反転を完了していた。 アルゼンチン側は気づいていなかったが、本艦は5月1日 1400ZG 以降、イギリス海軍の原子力潜水艦、コンカラーに追尾されていた。え、ネラル・ウェルグラノは、イギリス側の設定した完全排除水域、テスに入らず、その外縁部をよ用に進んでいたため、イギリスの交戦規定、ロエで定められた攻撃対象の範囲外でった。しかし本艦は旧式とはい強力な艦砲と、 装甲を持ち、イギリス側の水上戦闘艦の4.5インチ砲や、エグゾセ艦隊艦ミサイルだけでは対抗できない存在であり、もし本艦が進路を変更して、完全排除水域に突入してきた場合には、イギリス艦隊にとって脅威となると予想されていた。このため、本艦を攻撃するか否かは、イギリス側の検案事項となってた。最終的に、マーガレット・サッチャー首相の認可を得て、 公戦規定が変更され、完全排除水域外にいるベルグラノに対しての攻撃が許可された。コンカラーの通信装置の不調のため、攻撃許可の受信には時間がかかったが、コンカラーは攻撃する意思を示す通信を5月2日 1710Z 時までに変身し、1813Z 時、戦闘配置についた。え、狙うベルグラノは依然として、 コンカラーの存在に気づいておらず、緩やかに多行しながら前進していた。1857Z 時までに、コンカラーは、理想的な攻撃位置であるベルグラノの監視左前方1400ヤードに回り込み、3発を制射した。コンカラーの魚雷2発がほぼ同時、3秒、内心4秒の差で、ヘネラルベルグラノに命中した。1発目の魚雷は監首を吹き飛ばしたものの、 内部の大魚雷隔壁は損傷を受けなかったため浸水白、弾薬の誘爆も起こらず、また付近に乗員がいなかったため死傷者も発生しなかった。より深刻な被害を与えたのは、左舷後方に突き刺さって、後部機械室で爆発した二発目の魚雷であった。その爆風は、後部機械室の上階の食堂や、娯楽室に達して、多数の死者を出した後、さらに上へと抜けて、 主観判に長さ20ヤード、約18メートルの箱を開けた。二発目の魚雷による浸水が発生したが、艦内の2カ所の非常用発電設備は爆発と、艦水によって両方とも失われたため、電動ポンプによる排水作業は不可能であった。魚雷命中から20分後には、艦長が総員退去命令を下し、やがてヘネラルベルグラノは沈没した。 乗員321名と上官していた民間人2名が死亡し、生存者772名がアルゼンチン海軍と近隣を航行していたチリ海軍の選定によって救助された。本艦の沈没を受けて、第79任務部隊が大陸砲の旋回に戻って以降、アルゼンチン海軍の水上戦闘艦は現存艦隊主義に徹し、 紛争が終わるまで二度と出撃してくることはなかった。航空母艦、ベンティシンコデマイオの艦載機は搭載解除され、陸上基地からの航空作戦に参加することとなった。え、ネラルベルグラノの沈没で三百二十三人が死亡したが、これは、フォークランド戦争、マルビナス戦争における、アルゼンチン側の戦死者六百四十九人の半数近くを占める。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。